アレクシス・コーナーアレクシス・コーナーはイギリスのミュージシャン。多くのミュージシャンを育てた功績からブリティッシュ・ブルースの父と呼ばれる。フランスのパリで生まれ様々な国に引っ越した後、1940年5月にロンドンに移る。1940年代後半にギターやピアノをはじめ、1950年代中期には本格的にブルースを演奏するようになる。 1961年、ブルース・インコーポレーテッドを結成。初期の主要メンバーの一人は、後に、コロシアムで活動する、サクソフォーン奏者、ディック・ヘクストール・スミス。また、多くの若手ミュージシャンが入れ替わり参加したが、その中には、ジャック・ブルースや、チャーリー・ワッツ等もいた。ブライアン・ジョーンズもコーナーのライブに参加したことがあるが、その時にミック・ジャガーや、 キース・リチャーズに見染められ、ローリング・ストーンズ結成のきっかけとなった。1967年のアルバム、アイ・ワンダー・フーには、後にペンタングルのリズム隊となるダニー・トンプソンと、テリー・コックスが参加。この頃、後に、有名バンドとなるフリーの名付け親となり、デビューの後押しをした。1968年、レッド・ツェッペリン加入前のロバート・プラントと共演した。 時の音源は、後に編集版、ブートレグヒムに収録された。1970年、CCS を結成、レッド・ツェッペリンのカバー、ホール・ロッタ・ラブがヒットする。1971年6月、ハンブル・パイのメンバー3人と共に、BB キングのアルバム、イン・ドン・ドン収録曲、アレクシス・ブギーのレコーディングに参加。1972年には、 ボズバレル、イアン・ウォーレス、メルコリンズとスネープを結成し、翌年、アルバム、アクシデンタリー・ボーニー・ニュー・オーリンズ発表。晩年には、教え子的存在のチャーリー・ワッツ、ジャック・ブルース、イアン・スチュワートと共にロケット88を結成して、活動。1984年1月1日、肺がんで高い。ありがとうございます。